ネルのポンポントーク。ポンさん、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。ポンさん、ちょっと疑問なんですけど、はい、その山口組分裂したじゃないですか。はいはい。なんかもう7年ぐらいですかね、分裂して。そうですね、今年の8月で丸7年ですね。ですよね、はい、そのね、7年前に何かがあって分裂したのか、何分裂した理由って何かあるんですか。まあいろんなこと言う人いますけど、はい、やっぱりその今の6代目山口組のやり方に、はい、賛同できないっていうことで、まあ、出たんでしょうけど、はい、まあ、僕みたいなドチンピラ、コチンピラがその偉そうなことはもちろん言えないんですけど、はい、いろんな人が、まあ、いろんなことを言うのを聞いていて、はい、で、まあ、僕自身が思うこともあって、はい、まあ、いっぺんに今日これを喋れって言われたら多分無理なんですよ、はい、だからまあこれ何回かに分けて、はい、話していきたいと思うんですけどね、はい、まあ、ちょっと泥臭い話になるとは思うんですけど、はい、まさきのおじさんと、はい、池田のおじさん、はい、それと剣のおじさん、はい、この3人が分裂を企てたんじゃないかって言われてるんですよ。まさきさん、池田さん、剣さんの3人が関わってるっていうことで、関わってる、企てたっていう、企てたって、それを その3人が井上の組長に話を持っていったんじゃないんかと、はい、まあ、これはまあ、マスコミでも多分言われてることだと思うんですけど、はい、それが、まあ、本当の話だったとしたら、はい、僕はこの3人は冷たいなと思うんですよ。あ、そうなんですか。うん、それはやっぱり、自分たちも、その今の6代目体制が気に入らないと、はい、いうことで、井上の組長に話を持っていって、これ分裂に至ったのが真実であればね。はい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 。それが真実であれば、冷たいと思うんです。もう今、仇、二人は仇。はい。ね、池田のおじさんは岡山で、まあ、現役をされてますけど、はい、それはもう男の意地でやって、ってはると思うんですよ、はいはい、池田の組長がね、はい、でも剣のおじさんも、はい、正木のおじさんも、はい、もうお金もそれはいっぱい持ってると思うんです。仕事も持ってると思うんですよ、はい、で、んなかけたはしごを外して、はい、外してるのと一緒やから、やってることは、うん、そうですよね、うん、だからちょっと冷たいなと、うん、まあ、わからないことがものすごくいっぱいあると思いますよ。僕らみたいなコチンピラにはわからないことがいっぱいあると思います、はい、あったんだと思います、その神戸の友人ができてから。はいはいはい、うん、それでもやっぱり最後までその井上の組長のそばにはおるべき育ちじゃないのかなって思いますよね。確かに、まあ簡単に言えばですね。うん、でもまあそのお前何がわかんねんって言われたらそうですけど、はい、まあ最後まで井上の組長のそばではおるべきでしょうね。もうがっかりですよね。だから井上の組長はかなり寂しい思いをしてるんだと思いますよ。まあね、それをしましょうよって、例えばこの3名からこうしてやりましょうって、うん、まあ言われたっていうことですよね。簡単に言ったら、うん、出て自分たちでこう一つの組を作って組長してくださいよ、うん、みたいな、まあそんな、まあそんな感じでしょうね。簡単に言えばそういう感じだと思います、ね、それでおっしゃーってなって、考えて考えてやった、2人辞めた、うん、1人はまあ、まあ、まあいろいろ辞めてる人はたくさんいてますけど、うん、やった、うん、でも一番最初の言い出しって、うん、って言い方したらあれですけど、はい、そっからね始まってっていうのが本当だったらちょっとねっていう話なんですよ。そうですよね。だからみんな神戸山口組の人たちはからぎになる人がいっぱいいてると思うんですよ。もう今こうなればね。そうなんですね。そうじゃない人もいてるかもわからないけど、大半の人はからぎになりたいと思ってると思うんですよ。まあ、無茶なことを始まりましたからね、この時ってね。そうですよね。それで、ね、いろいろ組長が寂しい思いするだろうと、はい、寂しい思いさせたくないって思ってる人たちは、やっぱり、組いなくても、お金が苦しくても、頑張ってる人がいてると思うんですよ。なるほど。でも、組員もいて、お金もある人たちが、はい、あ、これもう負け戦やと、はい、で、だから自分の身の保全、安全を守るために仇になりました、はい、それは違うんじゃないのっていうとこは単純にね、ありますよね、僕の中では。まあ、池田のおじさんは意地張って、
ただ単に井上の組長についていけないっていうことで、はい、あの自分で新たに池田組ってやってると思うんですけど、はいはいはい、でも正木の組長と剣の会長ね、ちょっと冷たすぎるんじゃないかなって思ってしまいますよね、うん、そのお二方って今はもうもう肩になってのほほんって生きてると思いますよ、はい、でも最近なんかその正木の組長と、はい、あの井上の組長はなんか密に連絡を取ってるっていう話、まあ、違う動画でも言いましたけど、はい、なんかそんな話は出てますよね。なるほど、うん、だからこの鶴木さんもなんかいろんな疑惑、お金を取ったとか取ってないとかいろんな疑惑あるらしいですけど。そうなんですか。はい、でもまあ鶴木のおじさんほどの人にお金が困ってるとは考えられへんと思うんですよ、みんなね。なるほど、お金はあったんですね。あると思いますよ、うん、まあ、と思います。ね、そんだけの位置づけの人はね、やっぱりそうですよね、そんなお金に困ってるっていう話も聞いたこともないですからね。うん、だからお金には困ってないんでしょうけど、はい、だから3000万が誰かがその取ったとか取ってないとかっていう噂があるらしいんですけど、はい、それがもし本当だったとしたら、はい、それはもう仕組まれた話でしょう。あ、なるほど、はい、あのそれをで肩気になって指を詰めて肩気になったっていう話らしいんですけど、はい、僕が聞いてる話はね、はい、でもそれは仕組んだことじゃないのっていう人もいてますよね。あ、本人仕込みの可能性もあるっていうことですか。そうですよね。だからその3000万だか4000万だかがその国政会の誰かが持ち逃げしたと、はい、それのことで責任を取って指を詰めて肩切りになったと。だからお金を詰めれないから、うん、でも普通考えたら3000万ぐらいのお金あるんじゃないですか。あると思いますよね。それだけの方が3000万ないことはないですよね、はい、いいと思いますよね。支持者の方もいらっしゃると思うんで、はい、まあ、応援してる人もいるんでしょうね。だからそれだったらお金のないふり、はい、それと同じ辞めになったらお金を取って辞めたろうとか、はい、まあいろんなことを言う人いますよ。何が真実か分かんないですよ、僕は見てもないし、はい、ただ人から聞いてる話を総合したらもう全部絵を描いたんじゃないのって言ってる人はいてますよ ね。でも今平和に暮らせてるて暮らせるらしいですよ。ですよね。前も違う動画で言ったと思いますけど、はい、だから事務所ももう買い手が決まって、はい、まあ、そのお金がどこに行くのか分かんないですよ。本人のものになるんか、はい、その船内の前田のおじさんのところに行くんか分かんないですけど、どうあまりいい風にはみんな言わないですよね。なんかそれってすごい、それこそ寂しい話ですよね。まあそうですよね。ですね。わかりました。まあ、ポンさん、あのこの続きっていうのがまた、そうですね、まだその分裂後の話で聞いてることを、はい、ちょっとずつ喋っていきたいと思います。わかりました。ありがとうございました。ポンポンチャンネルでした。チャンネル登録よろしくお願いします。 See you